これ X ここに貼っとこうかな。さっきの下北 FM で。あ、みんなこんばんは。下北 FM お疲れ様ありがとう。こちらに貼っときましょうかいな、ほんまに。さっきの、さっきの使ったやつ。アーカイブある、下北 FM。あるよー。YouTube とかからでも、いつでももう見れるようになってるみたい。YouTube から。ありがとう、お疲れ様。下北 FM ぶりです。さっきと同じ光景。さっき終わってから、X ポストしようかなーって思って考えて、メールを、とりあえずメール送って、ちょっとやってましたね。ありがとう。オタクの成功者来た。そう、成功したオタクって言っちゃった。カンさん、ありがとう。だから見ようと思えば YouTube だから全然見れる。だからさ、アーカイブに残るお話し会みたいな感じでめっちゃいいよね。めっちゃいいよね。すごい、なんかみんなに、いつもさ、お話し会とかってさ、みんなに見られんけさ、みんなに見られながら公開お話し会してる気分だった。ちょっと照れた。たけしさんお疲れありがとう。しんちさんありがとう。うん、綺麗な字ですね、ありがとう。そう、気合い入れた。 Not equal me さん、え、めっちゃ嬉しかった。アイドルコーナーだった、めちゃくちゃめっちゃ時間なくてめっちゃ書いてた。紹介、本日の書いたもの紹介。お疲れ様。ありがとう。もうみんなさ、めっちゃ怖かったよね、生電話コーナー。だからみんな、怖かったっていうのが心配だったから、不安だったから、めっちゃ安心した。しろたんさん、ありがとう。下北編も柔軟らしくてよかったね。本当？そう。そんなに、緊張しないように頑張った。ありがとう、見てくれて。ちゃんぽんさん、ありがとう。こんばんは、花火さんありがとう。おお、そう、留守電だった。一人留守電の方がいらっしゃった。本名だった、もしかして。アイドルでも成功する。めっちゃ嬉しいこと言ってくれるやん。成功したオタクじゃなくて、アイドルでも成功するよって。ありがとう。ユニバースありがとう、ありがとう。すっかりユナワールドね、本当にさ、いつもさ、配信でさ、事故してるからさ、下北 FM 本番絶対事故しちゃいけないところでも事故しちゃったじゃん。リンコもありやったんよ。え、リンコさん、下北 FM STU48 下北 FM って調べたらリンコさんも出らっしゃいました。今日の僕はさん、ありがとう。公開でやつそう、言おうか迷ったけど言っちゃった。ずっとそう、ずっと笑顔で可愛かった。嬉しい。また、めっちゃ楽しかった。こんばんは。ゆな、ハキハキ話したね。やったー。そう思ってもらえてるってことはもう、嬉しい。ハキハキ喋れる子になりたいんだよね。そう、めっちゃオタクしてたんよ。つーさん、ありがとう。石原ゆなトレンド上がってる？マジ？でも今、それ、配信してるからトレンド見れないかもしれない。お、ほんとだ、嬉しい。ちょっとスクショしとこ。なんか自分のおすすめのところの欄よね。欄のおすすめだよね。自分の
画面が四角かったで、どういうこと？どういうこと？四角じゃないの？画面って。そう。谷崎さやさんのお話もしました。松本桃奈さんのお話もしました。ゆなの川さんに使っちゃう。嬉しい。コーヒーさんありがとう、音符。オールナイトフジコ出れるかな？えー、あれでしょ、紹介してくれてたでしょ。めっちゃ、ああいうの嬉しい。なんか、石原ゆなさんは、みたいな感じで、その、直接さ、その、アカウントに言ってくれて嬉しかった。ねえ、オールナイトフジコさん、出たいな。コメントさ、あの時のコメント読めなかったんだけどさ、ゆなちゃん押しますって言ってくれてたのかな。なんかさ、読めなかったんだよね。キリンさんお疲れありがとう。シロタンさんありがとう。アミタさんお手紙ありがとう。そう、かわいい。アラホトさんありがとう。シロタンさんありがとう。あ、ホロありがとうございます。本名だやっぱり。お、えって思って分からんかった。もう留守電だからさ、一人でずっと喋ってた聞いた留守電。ハッシーさん、ちゃんぽさんありがとう。ちゃんと喋れてた、よかった。バンバンさん、クッキーありがとう。何？昨日私ヒータンチいなかったよ。ヒータンチいなかった。お母さん推しになってない？大丈夫？で、チーカーの好きなキャラ訂正するのがゆうなんらしいと思った。え？迷ったやん、ちょっと。え、8割で、でもあれで8割で浸透したらどうしようと思って。でもちゃんとゆうなのこと分かってくれてた。そこだけ間違ってた。そこだけ、私はモモンが推しなんですね。モバメの写真かわいい。あ、よかった、送って。さっき撮った。パシャって。さっきの写真送った。ねえ。オールナイトフジコ。なんてコメント来てたんだろう。なんか、コメントが来てるよって言ってたよね。ねえ、ファンの人もさ、めっちゃさ、ゆうなんが困らないようにさ、なんかめっちゃ答えやすそうな質問してくれたり、電話でも、めっちゃなんか、私の次のお仕事につながりそうな感じの質問ばっかり、してくれて優しい。ほんまにありがとう。みんなほんまに大好きやで。黙ってれば賢そうに見える。賢いです。喋ってても賢いです。耳もアピールできたし、かわいい。メールこれで送ったね。オールナイトフジコすごい。下北お疲れ様ありがとうございます。ありがとうございます。あ、アバターも使ってくれてる、ゆうなんの。嬉しい。しょんちゃんお疲れありがとう。ゆうなん、あとお話ね。なんか最近気になってくださった方で、お話し会申し込んだしって言ってくださってたんだけど、それの前に下北 FM の生電話で初めましてするっていうことがですね。そう、一人で喋る。なんで、グッドタイミングに。え、思った。お昼、そう、そうめんだったんよ。私もちょっと見ながらやっとったけど、え、惜しいって思った。惜しいって思った。おもんが好きです。そう、ひーちゃんも紹介した。高根のデシコさん、そうなんだ。あずみんさんも高根子さん、今度お話ししよう。それよね、質問さすがだった。皆さん嬉しい。応募しなくてごめんね。あばかね、そう、 YouTube のアーカイブでも見れるから、ぜひ見てみてください。
YouTube はゆうなんを見ようって思ったらゆうなんのとこだけスキップして見れるからいいね。あわわさんありがとう。音符そうクレーンゲームのお話しました。ああいう時の会話どこで誰がに、そうね、そうそう、オールナイトフジコ出れたらいいな普通にさ下北 FM 下北まで行きたかった。東京よかった、堂々としてた。みんなそうやって言ってくれてありがとう。そうこれで、あでも今日のお昼ご飯はって言って、まあそんな難しいよね絶対。そうそう、そうめん涼しい。あお手紙をみんな届いてるよ、ありがとう。黒さんありがとう。候補で、そうなの生電話でゆうなんお昼ご飯何食べたのって聞こうとしたら、私考えること同じじゃん。現場に入ると思ってたがね、下北行けたら嬉しいけど、嬉しかったけど。あハローありがとうございます。あ、8周年ありがとう。ガーデンシアター8000人です。キャパ2世さん以降行った人いない。もうめっちゃ会場おいでってめっちゃ言ってくださった、言ってたよね。嬉しかった。行きたいですね。シャケジャケさんありがとう。お、今日早めに追いついた。追いついたね、今日初めましてなんて、びっくりびっくり。でもさめっちゃ不思議な感じだった。オンラインお話し会じゃないけど、ちょっとオンラインお話し会に近い感じだった。めっちゃ、しかも何枚で 何秒話せるみたいなのもさ、めっちゃお話し会を感じた。相手の顔は見れないけど声だけは、でもみんな公開になっちゃうからみんな参加してくれるかなって思ったけど、めっちゃ良かった。みんな来てくれて嬉しかった。安心しました。この間のノエミンさんとね、同じだよね、思った。どう、すごい、同じところに立てるっていうのがすごい。見て、ご紹介した、紹介しました。もしあのイコノイジョイさんのお宅の方とつながられてる方、ぜひ私も紹介してください。うん、違う、紹介してください、私のこともスクショタイムにしとこ。ハッシュタグのいさん好きとつながりたいハッシュタグイコラブ好きとつながりたい、イコラブさんねそう、これ壁に飾ってあったんだけど、なんか今日はアイドルコーナーだったから使えるかなって思って壁から撮ってたんだけど、よかった、撮ってて。ありがとう、たすきもありがとう、きのこのかパパさん嬉しい、めっちゃ。サインチさんありがとう。ユナアバターが多かったので見つかるといいね。ね、みんなアバターに着替えてくれて、こういう時こういうさ、ショールーム関連、ショールームからも見れる感じのショールーム関連のお仕事だったじゃないですか今日は。そういう関連のお仕事の時にこうやってみんなショールームからさ、あのめっちゃさ
私の今のルーム見てもこのくまちゃんのアバターとかあのこうやって手紙持ってるアバターとかめっちゃ石原優菜って感じのアバターを使ってくれてたらあのああいう時とかでなんだろうってなるじゃん。だからもう1位になれて嬉しかったんですよ。もうみんながさ応援してくれて初代白熊ちゃんアバターと初代モテクイーンと、だからめっちゃこのアバター大切にしてるからみんな嬉しい。こうやってそういう時とかになんかいいじゃん。めっちゃもしなんかあの次またショールームとかのお仕事とかがあったらね、なんかショールームって番組とか多いじゃん。なんかキャンキャンルームもそうだし、なんかあるじゃないですか、いっぱい。今日の下北 FM もだから次また会ったらみんなアバター着替えててね。次またこういう時めちゃくちゃ嬉しい。ユナンアバター、そうそう。タイペンさん結婚してありがとう。今日は無理。マモちゃんありがとう。たくさん前は下北行ってたよね。それだったらもう私テンション、いやもう出演できたこともテンションぶち上がってたけど、 もっとぶち上がってたかもしれん。下北行けるってなってたら。リュウさんありがとう。あ、6月25日の僕展申し込みました。もしかして、もしかしてユウナのこと見に来てくれるの。嬉しすぎ。初見ってなってる。ありがとう、楽しみ。私も頑張る僕隊。私のペンライトカラーは白と薄ピンクです。下北新規あいらっしゃったらいいなね。1枚確かに20秒だから長く感じたかも。こっちショールームで言うの確かにね。こっちの顔は映んないけど確かに記録に残るお話し会って感じでめちゃくちゃいいと思う。あの YouTube とかで見ようと思えば見れるからね。いつものお話し会は撮影とかできないけど、あの動画に残るお話し会って感じ。やば、いつもマウント取ってくるノイミーさんの羨ましい。めっちゃここにね生写真とかもねたくさん用意してね、アクスタとかもね用意してたんよ。これは未開封だけど、開けてるやつが多すぎて、これは未開封だけど、なんかこれ全部開けてるからさ、いないんだよね中に。これ紹介しても誰ですかってなるんで紹介できなかったんだけど、でもめちゃくちゃ巻き巻きでしたね下北 FM。あ、皆さんぜひ X もフォローしてね。これ今日書いててよかったギリギリ使えた。これ石原 ISHIHARA アンダーバー、アンダーバーっていうのが下ね、下のやつ、ここにあるやつ YUUNA です。ぜひ X7月から新車になる。そうなの。イコノエジョイ好きだけどこれは TO すぎる。もういや成功したオタクですかねマウント。ニアリーイコールジョイはあまりな感じ。めっちゃ好きですよ。ニアジョイさん、ニアジョイさんもめちゃくちゃ好きです。だってもうすぐパッて出るもん、これパッて出るもん。エスミレノンさんのアクスタもうパッて出ますよ。もういろいろ生写真も、もうイコノジョイさん好きですよ。めっちゃ学校でニアジョイさんの生写真の開封式もした。ここ全部ニアジョイ、ニアリーイコールジョイさんゾーン。で友達が高橋舞さんの、あの直筆当ててた。めっちゃ羨ましいって。ヘッダー初めて見た。そう X のヘッダーにはさややんさんと松本桃奈ちゃん、
あの松本桃奈さん、高根のねしこさんのツーショットでヘッダー載せてるよ。これこれどうしよう、これシュレッダーかけれない。めっちゃ可愛いようにかけました。マクーライさんありがとう、ヒロさん可愛いありがとう。ねえ、助けねえ、なんかありがとう、またお話し会とかでありがとう伝えられるといいな。助けもね、な、泣いてないよ、泣いてないよ。タイピエン結婚しない、あ、着替えて、あ、そんな、あの着替えてやつじゃなくて、そう、そういう時にめちゃくちゃ嬉しいからっていうやつ。そう、キャンキャンルームは東京に行ける。あそこのキャンキャンルームに出演するの夢なんだ。あの、あそこのスタジオに、すごいよね、あそこの熊のセットに、あの、それこそあのイコラブさんとかノイミーさんとかニアジョイさんとかが、みんな皆さんがあの番組やってる、もうあのスタジオがもう夢。アイドル、アドルさんありがとう。赤いたぬきさんかわいい、ありがとう。結婚はしない、ありがとう。ケイちゃんありがとう。クッキーショールームのイベント強いの結構大きい、もう本当に皆さんのおかげです。だって次ももし、もしあったら、もしあったとしたら、またまた頑張れたら、3アバター3種類はやばいね。3種類はやばいね。僕たちも楽しみ。のぎんさんありがとう。お、ツアー千秋楽楽しすぎたので僕たち公演でよという名目に行きます。千秋楽で好きになってくれたってこと、嬉しすぎる。それはあの木村の MC も見ましたか、 CM も。嬉しい。お、このアバター本当に羨ましい。8月11日12日のイベント申し込みました。楽しみです。楽しみ。広島の浴衣だね。楽しみ。また自己紹介してね、あのさややんさん推しのって。大倉さんとマウント合戦してて笑った。そうよ、マウント合戦してた。めっちゃなんかさ、めっちゃ羨ましいこと言ってくるからさ。あの松本桃奈さんと共演とか、佐々木舞香さんと大谷エミリーさんと共演とか、もう私の推しめーみたいな。エビチューさんとか、すごいすごいなって思う。オグリン空気ありがとう。フォロー済みです、ありがとう。いつもありがとう。ユーナのお話し会とかノイジョイ、ノイグッズ、あ、イコノイジョイさんのグッズぜひ見せて。もう嬉しい、それは楽しみ。ねえ、これハイフンに見えるけどハイフンじゃないんだ。オグリンありがとう。アクスタ取り除いた後残すのか悩んでたけど、私こういうの絶対捨てらんない。もうこれは絶対捨てられないね、アクスタね。これこういうのをさ、立て飾ってるからさ、なんか抜け殻みたいになるけど、もうこれはもう絶対捨てない。お、これが可愛い。これが可愛いところもある。まだあった。君はこの夏恋をするのアクスタ本当に好きなんだよねっていう。これは捨てられないですね、もはやこれがグッズ。ションちゃんありがとう。あれ、ユーナのフォロー外し、なんで日に日に好きになってる。あ、いいことですね、それはいいことですよ。
島田さんにもうフォローされてたよ。え、フォロー返しました。多分返してるよね、多分。私、あ、ラジオのあゆみでカメコ頑張ってきます。いやー、羨ましい。もう本当に広島でしょ。本当に行きたいんだけど、もう助けて、行きたすぎて。もう上野学園ホールですか。もう連れて行ってください。去年の上野学園ホールで購入したうちは去年の余韻に浸ったまま今年のツアーも行きたかったけど、今年のツアー無理そうで、ピエン広島行きたかった。もうって感じです。グッズだけ買いに行こうかなっていう感じ。さややん、レノンちゃん、押しかぶり、面白すぎて押せる。私も押してくれたら、じゃあもう指紋見えますか。 見ないでくださいっていう感じです成功したオタクになりたい。そう、パワーワードだった。ミキヤくん、ありがとう。スーさん、かわいい、ありがとう。マウントを取られても食い下がらない、言うのは面白かった。そう食い下がらずに、もうあの、く、何、食い下がるの逆、食い上がってた、どういうことなんだろう。あ、なんだ、か、カジュンさんで合ってるかな、これ読み方間違えたらごめん。あの、日本のアバターの方、カジュンさんで合ってるかな。ありがとう、クマ、アラビアさん、クマさんみたいな可愛いやつ、ありがとう、クマ。公開オンライン話から面白かった。え、私もカナのさ、下北 FM のあのアーカイブ配信見てた、さっき見た。ヒロさん、結婚してありがとう。無理、ありがとうじゃない、無理ありがとう、ありがとう。でもタンタンさん、ありがとう。宮崎さん、市岡さんしか知らないから勉強しよう。え、あゆみんさん可愛いですよね、ほんまに可愛い。ギャンギャルームでね、出るといいね。ファッション関連だから言うなんチャンスあると思うよね。なんかコーディネートとかめちゃくちゃ季節っぽくて有名ですね。みんな頑張る。次もしなんかまたイベントとかあったら頑張って、また頑張りたいなって思う。ちょっと 目をつけていただきたい虹尾隼人さん、結婚しない、ありがとう。また遅延してるの、コメントが。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 こっちから配信できてる？どっちから？これどっち？こっち？こっちですか？どっちだろう？どっちだろう？ミラボラ、ありがとう。どっち？こっちかな？手元の方？あ！よかった！私みんなが帰ってくるのずっと待ってたんだけど。iPhone13 やばいちょっと待って。ってことはこっちはもう急にまたこっちに入れ替わったりするから、めっちゃさ、私自分でも止まってるの分かったんだけど、もうみんなまだ、私めっちゃコメント読めてるのにさ、みんながみんなにはさ画面真っ暗みたいで、なんかちょっと
アップアップになります。お家は早く届きます、ありがとう。 Wi-Fi はあるんだ。 5G でやってた。今帰ってきた。こんばんは。ちょっとコメント遡るね。ありがとうみんな。カゼンさんのやつ、あ、これ大丈夫かな。ありがとうクマ、ありがとうクマでした。しんちさんありがとう。よかった。ちょっとめちゃくちゃさ、10時30分ぐらいからのコメントがから全然読めてなくてすいません。事故りましたね。あ、お話し会の決済今日までだって。みんなお支払いぜひ忘れないでね。24ハレットさん、とうとうありがとうね。そう、新鮮市場木村の香川県、めちゃくちゃ岡山のポスターはあんま飾られてないみたいだけど、香川の木村あの X で見たんだけど、めっちゃポスター飾られてた、めっちゃ嬉しかった。 CM とかもさ見た、あれ X で見た方は見た。ゆうなん、初ラジオで爪痕残せたんやない？残せてた？よかった。それはラジオっていうより、なんかでも顔見えるけさ、番組よね。おー、こんばんは。アクスタ外さない主義、わかる、マジでわかる。なんかさ、こういうさ、買った時に開けなかったらもう開けられない、もったいない、これ開けるのが。だけど開けてしまったら開けてしまった、でもそれで可愛いからいいんだけど、アクスタ開けられなかったらずっと開けられないね。こういうさ、こういううちわとかもさ、あと絶対開けられない、これ、ここ。アクスタ抜け殻いつも捨ててる。ちょっと待って、私の中では考えられん、それはすごすぎる。なんか使う、え、すごすぎる。すごすぎる。あ、木村行きました。どうだった、飾られてた、なんかね、捨てれないよね。ズッキーさんありがとう、ジオフレットさんありがとう。そう、あまり着なくなった服とかさっと捨てられるタイプ？捨てられない、もう着ないけど、絶対この服着ないだろうなって思うけど、服可愛いから捨てられないんですよ。アクスタの周りは私はこういう風に保管してる、こういう風に。あの、入れてる。これこちらダイソーのボックスです。めっちゃちょうどいいよこれ、アクスタ。しかも上にね、あー危ない、こういうのもあって入れられたり、ここにアクスタのボールチェーンとか入れてる。あとイコールラブさんの取り扱いペンライト説明とか、めっちゃミニフォトカード入れたりしてるよ。ちょうどいいです、こちらの箱は。これで持ち運べるんですよ、現場に。去年いましたよ、去年見ました。2階席の一番前だったかな。だから練り歩きの時にめちゃくちゃ近くて本当にやばかった。皆さんからレスもらいました。なんだっけ、なんかうちわとか持って行ってガチ落としてた。去年ノイミーの広島で同じ場所にいたなんて信じられない。上野学園ホール行ってました。そう、松本桃奈さんともツーショットを撮れたことがもう完全勝利ですね、私。あ、そう、8月11日12日の広島はゆうなちゃんお誕生日の、そうよ、もう20歳ゆうなんだから、20歳ゆうなんに会いに来れます。
ロキチさん可愛い、ありがとう。結婚はしないけどね。コーヒーさんありがとう。かなはアシスタント MC だったん、あ、そうなんだ。ゲスト枠だったら、え、そうなんだ。ってことは3期のゲスト枠としては初出演だったんだ。じゃあかなはアシスタント MC で3期初出演で、私は3期のその下北の FM、 下北 FM さんのゲスト枠だったら初出演だったんだ。同じだと思ってた。そうなんだね。ギガ、私はあれですよ、なんだっけ、使い放題チャンネルです。クモハミヤーボールありがとう。にゃんぱさんありがとう。よかった2台あって嬉しい。フォローありがとうございます。ユナも漫画欲しいね。ちょっと分かんなくなって、そこだけ惜しかった。他のやつは全部ユナン、ユナンの的中してたけど、ハチワレじゃなくてモモンガです。訂正しちゃった。ナスノさんマシュマロありがとう。下北 FM でも事故って通常運転。そうだよ、通常運転だった。めちゃくちゃまだ。伊藤博さんありがとう。これは遅延証明書、今日は出さないです。遅延証明書だ、出しません。ちょっと追いつく、私が追いつく。あ、池田したけど、幸せたけど OK です。よかった。よかった。見たよ、ゆうなん可愛すぎ。嬉しい、ありがとう。あ、今日新鮮市場木村に行ってきました。え、何県の？ニコバイ、鑑賞用と保存用。え、鑑賞用と保存用、私もやってた。初見だけどいいな、可愛すぎて。大逆転？大王転？大王転って何？大王転って何？嬉しい。な、初見なの本当に。そう、新鮮地場木村またポストしようと思います。メールも捨てられないよね、やばい、懐かしすぎ。 YouTuber YouTuber みたい。そうそう、アクスタね。そう、もし飾らん時にしまう抜け殻は、あれは大切、大切だよ。アクスタ買いすぎて。でも私もグッズの中でうちわとか、クリアファイルとかさ、ステッカーとかさ、キーホルダーとかさ、あるじゃん、いろいろ。タオルとか。タオルも好きなんだけどね。うちわも好きだよ。だけど、アクスタ好きなよね、私も、結構。でも、ライブとかで持ってて嬉しいのはタオルとうちわ。だけど、アクスタ私も好き、一番。アクスタ開けない派だけど、この前で初めて開けた。なんかね、写真撮るときとか開けたいよね。だけど開けるまでがね、勇気いる、あれ結構。赤いエコバッグ、あ、赤いエコバッグ、木村のやつ、あれ、もらって帰った。また紹介するね。今、動いたら事故りそう。同じで持ってる。あ、ユナとそのオタクのお話したいからお話しかけますね。嬉しい、私もしたいんだ。もうでも今受け付けてないかもしれない、受け付けてないかもしれないな。またもし受け付け始まったらお話しよう。絶対8月11日の縁日レーンはユナの誕生日お祝いの曲。確かに、もう提出しちゃったよ。変えれるのかな、お誕生日の企画だったらどうなるんだろう。よかった、そんなに言うな、人見知りだなんて思われないって。
そんなにハキハキしてユナに成長した？嬉しい。カズイさん、タイピンさん結婚しないよ。結婚しないよ。ありがとう。ね、アクスタ保存用とか結構私欲しいタイプ。ありがとう。メール取ってくれて。今日は愛しなもんポーズのメールを送りました。今月からユナメール始めてみた。あ！本日二人目の報告。嬉しすぎ。ありがとう。さっきのメールも届いた？未来さんありがとう。未来さん、未来っちね。ありがとう。と吉田沙羅さん、ありがとう。バラ。ノイミ、推しのアクスタが20枚超えた。カエサ萌子さんのアクスタ20枚、やばい。ちょっと私に見せてね、今度。傘のところのフィルムを剥がすか？あそこでしょ？持ち手でしょ？傘のフィルム剥がさない。剥がさないタイプ。もう、こういうの見てもらったら分かると思うけど、こういうのは剥がさないタイプです、全部。こういうのも開けれないタイプ。あ、ユーナンが言った、新天地は君の本店と、あ、マジ？リネさんもだもんね。一緒に。あ、ツアー徳島のお出迎えで先輩のうちわ持ってるわよ見て、焼き餅焼いてるユーナ見て顔覚えました。え、嬉しい。石原ユーナです。ぜひ覚えてください。私のうちわだったらなーって思ってそういう顔してた。嬉しい、ありがとう。それも来てくれて。あ、ユナチのアクスタテレビの、やばすぎ。私のアクスタテレビの前に飾ったから毎日いいことしか起きないって。だってみんなみんな真似していて私のアクスタをテレビの前に飾ったら毎日いいことが起きるみたい。嬉しすぎ。私もアクスタ飾ってるんだ、テレビの前に。推しメンのアクスタ奇遇だね。やっぱテレビの前って飾るよね。あ、僕のユーナの初グッズはこの前のチェキです。嬉しい。チェキも申し込んでくれてありがとう。ありがとう。8月11日もグッズあると思う。グッズも販売するよ。泣きながら木の実を拾うこともないでしょうね。ね、あれ伝説です、ほんまに。木の実事件。そう、今お話し会受付やってないから、また始まったらみんな、それまでにユーナモチビが落ちてないことを祈ります、みんなの。クソケリキさんありがとう。マシュマロ、ユーナの袴のアクスタに、え、鑑賞用と保存用。あ、伏せ字。ユーナのアクスタもぜひ一個持ってたらいいよね。一個持ってたらいいと思う。でも集め出したら止まらんくなる。アクスタはメールを取るのか迷ってるんですが、どうしたらいいですか。何登録するのがちょっと手間なんか難しそう。私がじゃあ一緒にやろうか。私が一緒にやりましょうか。メールのやり方講座、メールの登録の仕方講座。よし、追いつくよ、コメントを。追いつかせるよ、どんどん。ゆうなんとまいちゃんのアクスタ、職場に飾ってくださってる方もたくさんいて、そういう X のポスト見るの好き、私は。これからゆうなんグッズ、ね、グッズはね、集め始めたらもうほんまに止まらんくなる。マジで気持ちがわかる。8割拒否よかったです、やばい。そう、訂正した。訂正するかめっちゃ迷ったけど、でもめっちゃ私のこと知ってくださってるファンの方よ。草刈木さんありがとう。リュウさんありがとう。バズレのシーズン2あったら嬉しすぎるよね。ユナ人気上がってきてるね。ああ、もう急上昇でお願いしますっていう感じです。急上昇なら嬉しい。アクスタ1個優しい？そう。とりあえず1つからね。
カメリユキさんお疲れありがとう。アメリカンダイナーのは買った方がいいですよ皆さん。え、あれ可愛いよね、あの衣装がみんな違うんだけど、 STU 被っててもちょっとしか被ってないんだけど、私のアメリカンダイナーの衣装はさやかりんさん、原田さやかさんとしか被ってなくて、めっちゃ可愛い衣装なんで、制服みたいなめっちゃ夏っぽいセーラー服のアメリカンダイナーの衣装のやつ、あれ売り切れてたみたい、売り切れてたって言ってた。また追加されてることを願います。沖さんのメール どういうこと、ま、え、私さゆみりんさんのさメールとかさみちさんのメールをさずっと取ってたんだけど、卒業されてから自動解約じゃなくて手動で自分で解約しないと、あのずっと引き落とされてるから300円毎月、あの自動で、あの手動でやらなきゃいけないのがびっくりした。だからえユミニさんえって思って自分でやらなきゃいけないみたいに STU のやつ。いいことが起きるなら自分も言うな、なくさテレビの前に飾ろうかね。ちょっと嬉しかったそのコメント、いいことが起きるって。オールナイト藤子出演アピールも良かった。そう、え、あれコメント見た方いらっしゃいますか、あのオールナイト藤子の方がユーナンへのコメントをしてくれてたってこと、ユーナン推しになりますみたいなことをコメントしてくださってたの、見れなかったんだよね。ね、申し込むまでとか分かる、そういうね決済系とかちょっとねちょっと使うよね、体力そうメールの、ね、悔しいよね。バレンタイン以外のアクスタはユーナの個別グッズコンプしてるのに、なんもう悔しい。それはなんでバレンタインのやつは買えなかったんだろう、なんで、めちゃくちゃ悔しい。それはもうめっちゃずっと言ってるよね、再販してほしいって。でさ、私もそれはめちゃくちゃ悔しいかも。ずっとさ私が3期に入ってからずっと全部のアクスタコンプしてるのに、バレンタインのあのアクスタだけない、持ってないのはちょっと、私もさ全部コンプしてるなら悔しすぎる。このまま頑張りたいです。例えばアルバムとニアジョイのシングル、え、ね、すごい、めちゃくちゃニアジョイさん、 STU の愛の重さじゃない、明日、懐かしい明日、愛の重さはリード曲です。ちょっとそこがごちゃってなる時もありますが覚えております、間違えないように。何周年のアクスタがいいね、ね、あれめっちゃ STU っぽい。ジョー君ありがとう。わかる、不在通知めっちゃなんか帰ってきてさ、不在表が入ってたらさ結構ピエンって感じ。あのもう一回申し込むのがちょっと手間だよね。今おすすめの個別グッズは、ちょっと見よっと、配信中なので対応できません。なんでこっちで配信してるから大丈夫だよね。ちょっと調べよう、ゆうなんのおすすめのグッズ今何があるんだろう。48グッズ、タイピエンさん結婚はしない、ありがとう。テレビの前にアクスタね、置くのあるあるだよね。
カトリンさんありがとう。嬉しい。より今日の下北編を見たよりユナを応援したいと思います。嬉しい。最後ファンの方推しになります。コメント。ファンの方推しになります。どういうことだろう。ちょっと待って、詳しく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 。あ、そう、成功したオタクって名言やばい。爪痕残したと思う。よかった。最近ユーナモチベ上昇中です。かっこ小声。ここなんで小声なんだよなんで小声なんだよ。大声で、大声ダイヤモンドしてください。そう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 。ねえ、電話で話した方優しい方だらけでしたね。でしょ。もうもう私ユーナのファン治安いいです。ほんまにありがとうございますみんなみんな優しい、みんな優しい。ほんまにユーナ今日も素敵でおしゃれ。優しい。ここの襟がチャームポイントです。キラキラしてて、キラキラしすぎて白飛びしちゃってる。見るもでポン、見るものペンライト同じ。大歓迎 STU のペンライト。 OK さんさんありがとう。そう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 、ちょっと STU のおすすめグッズを、私のおすすめグッズだよね。あ、でも受注生産半期間販売な、販売外になってる。ちょっと待って、ログインしなきゃ。オタクは推しに似る。褒め言葉褒め言葉だ。あ、違う、間違えた。ありがとう、教えてくれて。あ、アクスタールかな。あ、これがおすすめかな。今販売中だよ。おすすめなのは STU48 個別アクリルスタンド袴衣装。これこちらおすすめ今調べたら出てきた。これさ、石原優奈メンバーから探すでさ、優奈なんかでも探せるんかな。ちょっと探してみよう。あ、あれ、アメリカンダイナー、え、アメリカンダイナー買えるじゃん。あの現場にあった時が売り切れだったのかな。ネットではあるけどみたいな。これ、待って、ごめん、袴もおすすめだけど、これこれ私の制服かわいいやつ。ちょっとこれ水色の、みんな結構カラフルな感じなんよ。けど自分の衣装めっちゃなんか制服みたいな感じで、待ってね、 X でもあげたいよね。めっちゃ可愛い衣装だったからおすすめです。これ、このそう、こんな感じ、このこの制服の衣装だった。めっちゃ可愛い、涼しそうで、アイス持ってる衣装。これがおすすめかな。バレンタインのアクスタでも販売してる。ああ、そういうことか。メンバーの名前はないみたいな。あ、タオルもある。タオルもおすすめですね。私のおすすめはタオルとアクスタ。でもライブとか来てくれるなら、うちわとかがめっちゃ見やすい。これ
これちょっと白飛びしすぎてるわ。こちらのタオルですね。おすすめ、私のおすすめは以上です。タオルとアクストとうちわかな。うちわが一番コスパいいから大きくて一番安い。しんいちさんありがとう。こんばんは、下北 FM 生電話ありねえありがとう。めっちゃなんか最後の方ちょっとうーんってなっちゃったけど、めっちゃ嬉しかった、かけてくれてありがとう。嬉しすぎたよ本当に。ゆうなさん入り生写真欲しいんだけど封入率伝わるよ。私もあれマイミーさんのねハニカミショートのさ、この時のさ衣装の生写真を爆買いしたんだけど、10パック買ったら鈴木とよみさんの直筆が2枚と富田菜々香さんの推し弁の直筆が当たって10枚、10パック買って 10×5 50枚、50枚のうち3枚だった。でも STU はあれ直筆じゃないんだよね。直筆じゃなくて白押しだから直筆じゃないんよ。直筆はサイン会とかじゃないとゲットできないけど、どのぐらいの封入率なんだろう。みんな教えてみんな教えて。ここにしますね、ありがとう。ね、黄色袴、私黄色あんま選ばんけえさ、衣装指定だから黄色は珍しいって思って、たくさんいろんな経験ができますね STU は。たけしさんありがとう、かわいい、ありがとう、みんなかわいいって言ってくれて優しい。うちは大きいから通販で買うのが楽。そう、送料がね同じだしね。生電話ねえ嬉しかった、もうほんまに嬉しい。徳島で会えたし、うちは嬉しいし、ありがとう。お手紙もまた待ってるね、ありがとう。お話し会の服装迷ってるね。 STU48 の T シャツを買おうかなって思ってます。お話し会の時 T シャツなんか販売してるかな。何周年うちだと裏は持ってあるけど、どっちの方が、裏のあの石原優奈っていうなんか名前、多分裏が大体うちはの裏が名前だと思うんだけど、あの顔より名前の方が見やすい。名前でバーンって公演の時とかは名前が見やすい、めっちゃワープロやばい。白押しなんか金の箱押しって思わないんだかな、あのキラキラのやつ、なんか直筆じゃなくてあのキラ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 なんだよね。印刷のやつ、印刷のサインがね入ってるんですよ。もうマウントやばい、羨ましすぎ。生写真買ったことない。結構アクスタとか買ってるイメージだから意外かも。チャーハン定食さんありがとう、ありがとう。手紙もね、また感想伝えるね。そう、裏の名前がバンってある方が公演中とかだとやっぱペンライトカラーだしめっちゃ見やすい。そうそう、でもそのなんかお見送り会とかの時は全然どっちでも嬉しい、顔とかでも。ちょっと遠い時とかは名前の方が見やすいかな。こんばんは。そうそう、追いつきました。あ、何時今
15分ぐらいからまた壇上、あと5分後ぐらいなんだけど、壇上読んで終わりたいと思います。1時間ぐらい配信してる、意外とずっと話してる今日。誰なん言うなん、あ、みんなありがとう。みんな一斉に自分で調べるよりショールームで聞いた方が早い。サインチさんありがとう。ビューダン応援してます、ありがとう、嬉しい。私ももっと応援したいって思ってもらえるように頑張るね。あ、え、70周年ツアーの、あー、そうなんだ。裏、ちょっと待って、私裏把握してないんだよね。はぁ、ほんとだ、こういうなんかメリークリスマスっていう感じの、これはこういうのは裏じゃなくて表にしてね、こういうこういうのはどう考えても顔の方、顔にしてね、こっち名前じゃないからクリスマス、あ、いい感じですね。これも私の名前がない。これの裏は何なんだろう。あ、え、裏こういう感じ、名前じゃなかったんだ、あれ、アリリリ、アリリリリ、あ、みんなこれもあった。私のおすすめはこちら、ハロウィンのアクスタ、これもね、アリスで可愛いんだ。これがおすすめかな、まだありました在庫が。え、なんかさ、裏、うちわのさ、裏がさ、名前の、あれ何なんだろう。え、裏って名前じゃなかったっけ。え、これはさ、どういう違いなんだろう。ノイミーさんとイコラブさんでもさ、今ほら、こっちはさ、ノイミーさんのツアーのあれだけど、ツアーの名前だけど、こっちはさ、名前だ。え、こういう、ちょっとめっちゃめっちゃ今めちゃくちゃ説明しやすい状況になった。ちょっと見てて、こういう、あの、こういうね、裏がなんか ST48 とか、あの、こういうツアーとかの名前だったらこっちの方が嬉しいけど、こっち見せてくれる方が、こういうなんか裏が名前だったら、こう公演の時とかはこっちの方が見やすいってこと。あれ、やっぱあるんだね。でもどっちでも嬉しい、どっち向けてくれてても。お出迎え、お出迎えとかお見送りの時はこっちでも全然見えるよっていう、そういうことでした。ヤプリさん結婚してありがとう無理、ありがとう無理です。カズイさんありがとう。でも手作りのうちわも嬉しいよ。あとなんかユーナンのファンの方が、ファン応援コミュニティの方がうちは配布してたみたい、ユーナンのじゃがりこのやつ今度あれも公園で見れるかなって思ってる。そうそう、オノピーさんクッキーありがとう。嬉しい、初めてのショールームだったけど楽しかったで、またフォローしたのでまた見に行きます。嬉しい、アバターも持って帰ってくれてて嬉しい、ちゃんと来てくれてて、またまた配信するから来てね、ありがとう。安野兄さんかわいい、ありがとう。オノピーさんマシュマロありがとう、嬉しい、フォローもありがとうございます。皆さんぜひ、これどうしよう、これ結構今日の使った、今日のさ使ったフリップがさフリップがさ、どうしよう、これみんなちょっと今日しか使えないから今日これ持っとこうX をぜひフォローしてくださいっていうショールームのやつも、ちょっと使い回し、今日のこれは何っていうのは、あの、私の推しアイドルっていうやつだった。リボンは松尾ともなさんだからリボンにしたよっていうのと、好きなアイドルノットイコールミーさん、もう一枠あったら結構悩みましたね。イコールラブさんもニアリーイコールジョイさんも
全員紹介したかったです。あ、15分来たかなということで、もうそろそろ。ありがとう、下北 FM 楽しかった、本当に。テロップ編集しようっと、終わるまで。もう終わるけど、ヤフプリさん可愛い、ありがとう、ありがとう。新書のアクスタね、研究生のあのアクスタあるとめっちゃいいね。確かに、そう、器とかペンライトは、ペンライトも嬉しい、白と薄ピンクの。ラジオお疲れ様でした、ありがとう、サインツさんありがとう、そうそう、まさやさんありがとう、まえちゃんありがとう、ハート、ひろさんありがとう、レインボースター、兼任クリップまたどこかで使えるかも、確かに。でもこのまま、このままどうしよう、このままどうしよう、またブロックする気？嫌なコメントやめてね。嫌なコメントしたらブロックしてる。ありがとうございます。まえちゃんありがとう。兼任ってなんだっけ？兼任？何とだろう？アカウントのこれ？これカーテンに貼っておく？でもこれがさ、アンダーバーに見えるん、めっちゃなんか下のこれなのに、下のショールームは今配信してるしね確かに声出ない時の配信のため、あ、時間が来ましたということで、どのメンバーなんだろう、そう、ウェルカムコメントには書いてある。ゆなに見せたい写真できたからお話し会で、楽しみにしておこう。ありがとうございました、下北 FM も。分かってくれたなら嬉しいです。アーシャね、アーシャもうそろそろだと思う、私も次アーシャ変わるの。ゆうなはそういう時、でもショールームでそんな嫌なコメントを見かける時は全然ないけど、たまにあったりしたら、そんなにないよ、もう全然ない、みんなのはもう全くないから安心してください。ありがとうございました、今日も楽しかったです。じゃあ13位ちゃんぽんさんありがとうございます、12位ヤフペリさんありがとうございます、11位草刈り機さんありがとうございます、10位オグリンありがとうございます、9位オノピーさんありがとうございます、8位コーヒーさんありがとうございます、7位24フレットさんありがとうございます、ゆゆマーク、6位ヒロさんありがとうございます、5位タイピエンさんありがとうございます、4位サイチさんありがとうございます、3位カジュンさんで合ってるかな、ありがとう、アバターにも気合いてくれて、ありがとう。にくもは、ありがとう。ありがとうございます。ちゃんと、ありがとう。アバターにも。で、1位は、ザッキーさん。ザッキーさん。1位。ありがとうございました。また、お会いしましょう。まだフォローしてない。あ、嬉しい、フォロー。てかさ、もうすぐだよね、多分フォロワーがさ3000人になるんよ。ちょっと見れるかな、みんなに聞いた方が早いか、ほら、あと3、あと20人、あと20人でめちゃくちゃもう桁が変わる、3000人に突破する、楽しみです、ありがとうございましたね、あと20人、頑張ろう、ショールームもありがとうございました。楽
楽しかったです。下北 FM、 また電話してくれた方もありがとうございました。かなみたいに3000人いったらリプ編しましょう。 X はね、それは X が3000人いったらリプ編しようかなね。また これでリプ編。ありがとうございました。おやすみ。ありがとう。